みなさん、こんにちは、こんばんは。このイエスさん、今もグッソーです。デマジンネットマンです。デマの勝率 1万%、 研究千人だ。すごい上がった、すごい上がった。はい、おなじみのマスガン、はい、研究千人ね。研究千人1万%、前回にゃんパーセントって、にゃんパーセント、1ヶ月前会議ってなんだろう。いやなんだろうってね。すごいな、研究の成果だ。今日のカードは一体何でしょうか。今回持ってきましたよ。10月19日発売、ヒッカスマキシムザマスターパックより、マジゴットマグナー、これもうマスター必殺カード、そしてマジゴットブランドの必殺カードです。すげー、超かっけー、マジでかっこいい。めちゃめちゃこれね、かっこいいんだよ。百裂剣みたいな、そうですね。マジゴットブランドもすでにめちゃめちゃ活躍してる、はい、超強、激強、はい、マスターカードですが、ですね、このマグナは一体どんな感じなんでしょう。まあそれはね、見てお楽しみです。それはいつもの、そうだ、はい、一方グソは、はい、この前ちょっと火を吹き出た、火を吹けなかった、このままね、はい、ガンマスター頂点マキシマム、こちらも必殺技カードで対戦したいと思います。よっしゃー、じゃあ早速対戦の方いくぞ、はい、イエーイ、シャー、はい、やりましたが、はい、最後の試合いきましょう。今日はある、今日はある、ある、やばい。いきます、超ガチャイゾーン、ガッチャーン。ガッチャ、ガッチャ、久々に、ある相当久々まあね、マスターです。あれ、今までそんなやつだ。やってない、今まで。もうやった。ちょっとね、やり始めるから、はい、今からでも遅くないってことね。そう、煙を吹くからね。煙吹くからね。はい、最初はグー、じゃんけんぽい、ありがとうございました。煙見てる、今映ってたかな。勢いが良すぎて、はい、勝ちました、先行でーす、はい、じゃあ行くぞー、デュエマスタート。しゃあ、すごいな、今日のブーストやば、勢いすごいな、もう3-7、まだまだ手札、手札やばエンド、はい、ターエンドです。重みが重みが違う、すごい、おい、よっしゃ、2マナ、やったれば、はい、やばいやばいやばい、早い早い、ターエンド、グレンに当たる、ヒミズ、グレンニャですね、グレンニャ、まあヒミ、ヒノカですもんね、マジゴットマグナは、これでターンエンドで、おまたいつものいつもの、ね、前回も活躍したクロック、あこれ出したい、これはもしかして出したい、出したいから、いチャージしてターンエンド、なるほど、ドロー、いやーこれいきますか、始まりいくよ、問いにノローアップ、またいつものやつ、前回もやったやつ、2枚引いて2枚する、はい、2ドローして、ちょっと待って、これ縦が弱くなったわ今、はい、イワシンを2枚してます。またこれイワシンね、またイワシン、はい、またイワシン、またお魚、お魚、はい、1枚引いて、お魚天国、1枚引いて、1枚捨てる、はい、1枚引いて、1枚捨てる、はい、食べ終わってんの、はい、残り1マナしかないが、なんとここでなんとマスター必殺技いきますよ、行かせていただきましょう、どういうこと、そして1マナ、うん、手札を1枚捨てて、マジゴットマグナー、すげー、このカード、はい、マスターゴッドオーバーダイナマイトスペルを持ってます。おマスターゴッドオーバーダイナマイトスペル、何言ってんだろうって、おいおいおい、まあ手札を1枚捨てて捉えることができるんだ、はい、で、このターン中に捨てた自分の手札1枚につき、うん、止まるコストが2少なくなる、はい、捨てたら軽くなる、捨てた分だけ、今何枚したの、もうこれドローンだ、2枚捨てて、え、2枚、3枚、4枚、5枚ほど、5枚捨てて、5枚ってことで10マナから勝ってるの、すげー、まあ、1マナで唱える、そうですね、まあ、コストは0以下にならないんで、そういうことか、まあ、1マナ、はい、おー、1マナでマスター1つ、まあ、唱えました、はい、これ何ですか、効果は GR 召喚を3回する、簡単すぎだろ、GR 召喚3回、はいはい、ってことは2回、3回、あー、まあ、はいはい、ってことはこれマジゴットブレイクマルタですけど、あるね、らしい、タイムド、真面目に考える結果、真面目に、違うねん、うん、やっぱそれチャージでダメか、違うねんな、チャージ、うん、1万、はい、やったれば、よし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 、2回目、真面目が功を奏したせいです、タイムド、よし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 、そう、これ行かせていただきましょう、きた、早い、ここはもう、来ちゃう、すげえな、マジゴットマグナ、マジゴットマグナすげえぞ、チャージするか、だから別に捨てなくても4マナで打てるの、最近、2マナ、他のから来ましたら、ね、2マナ打てる、また2ドロー2ですか、ね、また2ドローして、まあ2ですか、これもないもないと、1マナ、はい、爆音ミッツァイル、お約束、はい、これもう5体破壊しよう、もうね、あいつを探しに行くからね、
5体破壊します、はい、で一応ロッキーロックが乗ってますと、はいはい、なんで5体自愛召喚、はい、うん、5回ですよ、5回もすればね、しかも3体なしだからね、これいるでしょ、1、2、3、4、5、来た来た来た、マジワットブランド、そしてまあ一応ロッキーロックですね、はいはいはい、おお、すごいな、すげえな、すごい、ミソニックスピラーだけど、ミソニックスピラーもうまあ一応バコ3つあるんで、はいはい、何でもスピードタッカーしよう、うんうん、うおーと、そして当然頂点フィーバー発動中、発動もいったんで、頂点フィーバー、何体、6体、6体7体です、7体、7体です、もうスーパーいきます、じゃあやばい、これこスーパーいきます、はい、はい、ってスーパーに行こうかな、はい、いやいや、トリガー舐めちゃいかん、舐めちゃいかんぜ、グーゾのトリガー舐めちゃいかんぜ、舐めたよ、もうじゃあソニーソニックでいってバリーン、舐めちゃいかんぜ、おい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 、最近グーゾスロットな気がするから、スロット3333でしょ、3、3、いや、こいつ真面目な曲、真面目、いや、ここはブランドで、ブランドでアタック、ブランドでアタック時にこれもう頂点フィーバー行きましょう、はい、いや、これ頂点フィーバーしてるんで、うん、なんと自分のクリーチャーアンタップ、全部アンタップ、アンタップね、そんなに自分もアンタップどうやっとんのこれダブル、ダブル、ダブル、バリーン、あ、やばい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 、いかんぜよ、いかんぜよ、スマッポンだけだから、スマッポン踏んでもしょうがないから、いかんぜよ、ソニーソニー、頼む頼む、スマッポン頼む、スマッポンだけ、マジでバリン、スマッポン、おかしいだろ、なんでまたかよ、よっしゃ、じゃあ2000以下が破壊されて、で、一応ロッキーロックタップで、はい、お、これはね、意外といいんじゃないか、このマナドライブ2あるんで、はい、バトルできる、これバトルできると、はい、これね、やったらもうやっとくか、やっとく、やっとこう、やっとく、これはもうね、殴っても勝てないので、はい、パーエンド、くそーくそー、いやーこれはこれはドロー、3マナ3マナ、ガチャダマン、ガチャダマン、きた、かけるところに、はい、ガチ、いくぜ、パッパラ？パッパラ？パーリタイ！あーお前かお前か待てよ、でも8枚以上はあるからパワーは8000が別スピラダカではない、マハファイター、マハファイターだ、8000、しかし3つあるが倒せるか、ブランドは、ブランドは倒せる、2マナタップ、ここで打っとく、じゃあヤバい、ザザザ頑張ってマキシマム、頑張ってマキシマム、はい、はい、こちら5枚あるので2マナ出て、はい、2マナ出てます、がーでもがー全員プラス5000、5、6、7、8、9、1枚なんだ、1枚足りない、さっきのブルンランブルがなければブルンランブルどんだけだよ、ブルンランブルありがとう、なければワールドブレイカーまで行ってましたね、でもみんなプラス5000、はい、プラス5000、おなのでランダーステッカー1万3000で3つを3つで倒せる、3つで倒せる、はい、3つで倒せる、いったら倒す、はい、ワハファイター、ワハファイター、これブランドがアンタッチなければ、ブランドが残っている、はい、いいよ、もうパンチパンチパンチ、あ、これ紹介に行く、あ、そうかそうか、じゃあ出しよう、じゃあスマッパン、アタック、思い出のパンチ、はい、パンチ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 、パンチ、はいはい、サインド、よーしよしよし、ダイレクトアタック、あー決まった、やった、ブルンランブル、ブルンランブル最強、ブルンランブル最強、ブルンランブルすごいな、ブルンランブル最強、バトルね、こいつ結構イブシングいいやつですね、しかしマジゴットマグナ強え、いやマジゴットマグナがやっぱね、マジで強くない、このカード、すごい、もうこのカードともうミッツアイルのね、やっぱ相性もすごいですよ、これもうすごいですね、もうそしてこっからね、そっからこれが出てきたらマジゴット黄金の、やばいよ、もうキラッキラ、黄金の方程式、火の最強軍の、そう最強、すげえな、すげえ強いな、全然ギャグじゃないデッキできたらなんだよなんだよ、もううまく使うにはこれしかない、いやちょっとマジ惜しかったんですけどね、惜しかった、あと1枚だったよ、こういうのあるよね、DM あるある、うん、マナカップしてくれよかったよ、はい、ということでね、今回このデッキの詳しい解説は、はい、コロコロオンラインの妄想構築ログに載ってるんですね、はい、はい、ぜひそっちもチェックしてくださいさあさあ、ということで来週はいよいよこの、はい、必殺マキシマムマストバックの開封動画やりたいと思います、はい、これね、噂によると、はい、結構出るらしい、結構出るっぽいよこれ、はい、しかも何種あるかはまだね出た言えてないからね10月15日はコロコロコミック11月号で発表になりますので、はい、他のカードが気になるもんね、これね、こんだけすごいと、確かに、あとどんなマスターが入ってんだろう、そうそうそう、ね、気になる気になる、どんなマスターの必殺が入ってるのかぜひチェックしてください、はい、さあ、ということで、はい、次は勝つ来週も見てね、はい、またねー、またね、この動画が面白かった人はいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。
ちらになります。